妖怪少女モンスガーは、船塚月による日本の漫画作品。週刊ヤングジャンプ2014年14号から2017年30号まで、連載。連載前には、モもモ・ケミニのタイトルで2012年に4コマ漫画の、短編側には、モもモ・ケスーパーのタイトルで、読み切りが描かれた。話数カウントは、第1回。幼い頃から強い霊感を持つ、西水流は、 秋葉原のジャンクパーツ屋で働くフリーター。ある日、美少女の操じ六花とひょんなことから急接近するが、彼女は六六美の妖怪だった。八木は妖怪の起こす騒動に巻き込まれていく。正式名称は、ザ・ラボラトリー・オブ・グローバル・コンテンポラリー・アンサイオンティフィック・フェノメノン・イコール国際現代非科学現象研究所。LTP を使用した武器を用いて、 アブセンス退場を行っている。ただし、ハチキと違いアブセンスであれば、善悪を問わず、問答無用に借り出し、ハチキ自身をも、口述の理由で狙っているため、単なるライバルではなくて期待組織として扱われている。人間社会を守る名目で結成された組織である、ため、基本的に人間に危害を与えることはしないが、ハチキや、ナギ 剣のようにアブセンスを刺激している者に対しては、アブセンス同様容赦なく借り出す姿勢である。A クラス以上の妖怪専門の討伐隊は、G ハウンドと呼ばれ、ハウンドのトップ集団である。東京本部静岡支部。ありがとうございます。